出ませんでしたから。そういうことで一個ずつ潰してったっていう。そういうことです。そうだね、うん、唯一残ってたのがフジロックなんで、ですからいるんですよ。なんでちゃんフジロック出んのっていう知らない人はいう方いますけど、多分一つずつ塗り黒く塗りつぶしてった残ったのがフジロックだったんです。ああ、そうかそうか。それはコロナで開催もねあれでしたんで、はい、年齢的に多分 出られるのは多分最後じゃないですかね。でもさ、きっとあの本ツアーの時にはさ、うんうん、はい、それこそリハーサルですか。いや、あの声出しやなんかもなんか OK になってる気がするけどね。だいぶね、うん、今もう5月からほとんどのコンサートでガイドラインがもう撤廃されたこともあって、うん、だいぶ解禁されてますよね、うんうん、ね。ですから A ちゃんももしかするとマスクを、ね、外して OK になるかもしれないし。 OK になるのに3000点だね。それは何ですか、クイズダービー世代が原平さんってね、何言ってんだこいつ篠沢教授に3000点そっか、知ってたか、はい。うん、いや昨日来られた方って、うん、あ、はいはい、その前どっかコンビニでお会いしたんですよね、うん、そうそうそう、そう、ね、そう、声かけられて、あ、はいはい。で、じゃあ昨日めっかっちゃったってね。あ、昨日は突然いらしたんですか。あ、また今度ねなんて言って、あ、はい、あの場所も知ってたみたいで、はい、まあ、もう突然って言ったら突然ですよね。近くの方ですか。ね、埼玉。ああ、まあ県内、うん、埼玉の県内、まあ、埼玉みたいなもんだから、うん、どっか、うん、結構なマニアックな三トンさん好みな今度ねあの人に取材した方がいいよあ、そうなんですか。おう、もうだって何年のコンサートの一発目はなんとかで、 あのアレンジはどうも気に入らないとかさ、 あそこはどうだったんだろうとか、あのコンサートでこの曲は必要だったんだろうかみたいなさ、いやー大したもんですよ俺びっくりしたのはさ、矢沢のアメリカンツアーの、うんうん、ね、はい、あのニューヨークに行ったって言うんだわ。あ、はい、一人ですか。あ、それは聞かない、どうだろう。でも奥さんも好きだって言ってたから、じゃあご夫婦で行くかもしれない。すごいよね、うん、2000年ですね、ニューヨークはね。なんか俺なんか関東圏さコンサートで、うんうん、出たことがない軟弱を考えたらさすげえなーって思うね、うん、大したもんだって。僕も行ってますからね、サンフランシスコ。そうか、一人で行きました。それは、はい、矢沢の。もちろんもちろん。本当、それ見るために。俺知らなかった。あ、そうでしたっけ。ああ、はい、マジ2000年、2回目の2000年の。そうなんだから、合うんだよきっと話がそういうね、マニアックな人たちはねあのツアーだ、あれだったね、矢沢はね、その、ね、もう一晩ぐらい飲み明かせるよ、うん、俺ちょっと無理そうなんですよ、うん、300人しか入んなかった、フィルムワンを見ました。そう、はい、やっぱりこっちから行った人多かったの、うん、少なかったですよ逆に。うん、ニューヨークはなんかもう、あのテレビ中継も、はい、ね、うんうん、中継やるっていうのを知ってたので、うんうん、結構日本から行ったようって言ってましたね。そうです、サンフランシスコは違うんだ。 LA とサンフランシスコは日本では発表されてなかったので。あ、そうなんだ。そうです、そうです。はあ、というと、うん、現地の、うん、いや生粋のアメリカの人たちが日本人です、ほとんど。え、そうなの。そうです。あ、日系ってこと。いや、じゃなくて移り住んだ。ああ、そうか、人がほとんどでしたかね。ああ、そうなんだね、うん、そこはちょっとあれだったね、じゃね、せっかくだったね。なんかさ、外人が結構入ったところ反応見たいよね。ああ、そうです ね いましたよ、いましたけども、うんうんうん、あのまあ、フィルム見るとちょっといるよね。そうです。
ちょうどね、せっかくの機会なんで 話しますと、出待ちじゃなくて入り待ちしてたんですよ。かなり僕も早くからフィルムアの前に行って、で、A ちゃんこう現地のリムジンじゃないですか、まあ、そういう車でブーンと来て、うん、でリハーサルか何かで、その時はスウェットの上下だったんですよ、うん、で入るところを一緒に並んでた白人の体大きな、まあその方はアメリカの人だと思うんですけど、サイン CD にサインもらってました、シャ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 って書いて、その人だけもらってましたよね、サインもね。そう、うん、その人は白人の方でしたね。でも会場内は、まあ、ほとんども日本人でしたかね。そうなんだね。で1年目の1999年はお客さん入ったんですけど、2000年の時はね、ちょうどフィルモア12月23日もうクリスマスシーズンって現地の人、まあアメリカ、まあ、ね、現地の人ですよね、みんなバカンスとか行っちゃうんで、うん、わざわざライブとかに、うん、来ないんですよね、うんうん、それもあって、うん、300枚しか売れなかったのかな。マジだ。そうです。そうなんだ。そうです。それどれぐらい入るとこなの？フィルムはどうですか、パンパンに入れたらもしかしたら1000、でも1000は入んないかな。へー、あー、オールスタンディング。でも300なの。オールスタンディングなんでね。あー、ちょっと悔しかったのかね。そのステージ前はもちろん、うんうん、何重になる、うん、ねえ、なるじゃないですか、うん、後ろガラガラでしたもん。そう、はい、その敷地スペース内のね。へー、うん、そしたら A ちゃんが言うところのリメンバーフィルモアとかならない？リメンバーそうですよ、そうです、ね、そうです。それは今でも悔しかったと思いますよ。ですからね、やっぱりステージでおっしゃってましたね、今日来てくれた人、うん、ラッキーだよみたいな、ね、うん、そうです。ね、つい先日武道館でまあ、ね、チケット取れないって言ってたのが、うんうん、この状態だからねみたいな、うん、苦しかったと思います。なるほどね、うん、もうあれから23年とかですね、経ちますけどね、うん、もうツアーやんないのかね、アメリカではどうですかね。ね、あれも全部日本からね、スタッフ大変だよね、すごい大変だよね、相当な持ち出しだって思いますよ、ね、うん、ね、もちろん赤字、やる前から赤字っていうことで、うんうんうん、それ承知の上で夢を追いかけて、そういうことですね。そうですね、うん、そうか、やっぱり日本から追いかけて全部行く人いましたね。 LA からサンフランシスコ来て、この後ニューヨーク行くよって人もいましたね。いずれにしても A ちゃんじゃないけど富裕層しか行けないでそれね。まあ普通のね、普通の会社員の方でしたけどね、その方でした。そう、はい、有給でって。イメージはいいけどね、うん、全米ツアー、うん、ね、ワウワウ、あ、ワウワウか何かでやりましたよね。うん、やったね、ニューヨークはね、うん、やりましたね、はい、生中継で。あの時ってあれアルバムで言ったら、あのストップユアス、そうだよね、あのでした、骸骨のマークの、ああ、そうです、うん、あの時ですね、はい、うーん、そうか、イメージでは全米ツアー、うん、トラベリンバスで回るっていうね、あ、はい、ね、感じがするよね、うん、ランドランドね、うん、あのフィルムの、うん、はい、あれ見ると、うん、長距離バスに、あ、ね、あ、サングラスして乗ってる、あ、そうだね、シーンとかあってね、うん、グレイハウンドかな、うん、はい、
ですからその僕が行った頃はまだインターネットがそんなに誰でもできるような状況ではなかった頃なので、やっぱり情報量はほとんどなかったんですよ。はい、またそれも良かったのかもしれないけどね、今思えばね。そうですね、ね、うん、今ならもう全部情報がもう世界中回っちゃいますから、うんうん、そうだよね。逆に向こうの人がチケット取れるようになってこともあるでしょうしね、うんうんうん、そうか、言ってたんだね。なんかありますか。なんでアメリカの話だったんでしたっけ。え、いやだから その黒木さんという人が、あ、そうでした、そうでした、そうでした、ニューヨークが、はいはい、やっぱりこうやっていろいろ、いや今回もだからいろいろ行くみたいな、その人ね。あ、はい、福岡考えてるとこなんとかも言ってたな。うん、はい、大したもんだよね。あ、そういえばその一つお聞きしたいなと思ってたんですけど、山岸さんお車矢沢仕様じゃないですか。ああ、で奥様のお車も矢沢仕様じゃないですか。本当ですね、困ったもんだよ。いやいやいや、困ったもんじゃないんですけど、あ、まあ、最近とかいつものことなんですけど SNS とかで、うん、あの矢沢のステッカー貼ってる車が運転荒かったとかね、うん、煽り運転されたとかね、うんうん、そんなのを見る機会があるんですよ、うんうん、でこの間もそういう動画が、うん、ドラレコの動画が上がってたりして、うんうんうん、ねえ、ファンとしては嫌な気分。あの古いところで言えばさ、それこそ煽り運転の初めの頃、うん、830のナンバーつけたやつがやってたよね。あれテレビにそのまんまナンバー消されて出てたからね、2年ぐらい前。なんだよね、あろうとか思ってたね。困ったよね、ごく、うん、あの本当のごくごく一部のパラパラの人。いや、ある意味ね、まあ、はい、まあナンバーだけならいいですよ、うん、8月30日の生まれの人がいるからね、うんうんうん、もう俺らの年になったらさ、うん、本当にもういい年なんだから、はい、いい年でもあんなもん貼っちゃうわけでしょ、いい矢沢なんつって、はいはい、で、ある種ね、看板をね、うん、背負ってるようなもんですよ。ですよね、ああそうですよね、ああ企業で言ったら自分の会社の、ああだからそこをどう考えていくかだよね、うんうん、悲しいね、うん、やっぱり、いや本当になんか矢沢貼ったらさ、イメージがそうだから、うん、そう思われちゃまずいなっていうのはあるよ、うんうんうん、よく言うもん、俺らの仲間うちでもさ、うん、はいはい、台車やなんか借りたらなんかもう結構さ割り込まれたりしたけど、うんうん、いつもの自分の矢沢ロゴのやつ貼ると、うんうんうん、結構みんなどいてくれるとかさ、いいかあれか分かんないけど、はいはい、でも確かにそれはあるね、うん、それはある、うん、あるから余計ね、うん、看板と思って、うん、ちゃんも言ってるじゃん、安全運転してくれって、ね、そうですかね、去年くれぐれも、うん、ちゃん言ってるじゃん、830のナンバー知ってっから、うん、ね、うん、あれ昔Aちゃんつけてたんだよね、830って、ね、そうなんですか、うん、まだこんなロックロールとかじゃなくて、うん、そう、あ、そうなんですか、うんうん、はい、いやだけど本当にそうだよね、皆さん安全運転してくださいと言うけど本当にそう、そうですね、あ、でも未だにそういうやつもだからいろんなやつがいるからね、うん、ね、うん、もしくはダイヤモンドムーンとかオフィシャルで、はい、矢沢の R マークのステッカー買うときには、うんうん、私は安全運転をしますみたいな証明するとかさ一筆同意、ね、同意してから買ってくださいと、うん、本当にそれは切に思いますよね。
ファンじゃなくても貼る人いますしね。そういう意味ではその看板も、うん、あ、そうかね。そうそうそう。あ、日の丸より矢沢の方が効くんじゃないみたいな。そうですね。昨日ね、ちょっと話、はいはい、話それるけどね、はい、あのうちのハッシーがさ、今、うん、横浜の方でさ仕事してるの、うんうん、やっぱ横浜の方はね、うん、矢沢ファン多い、はい、830なんぼよく見るって言うんだけどね、はいはい、こっちと違うのは、830だったら必ずのかなりの高確率で、うん、矢沢のシールどっか一箇所でも貼ったっていう人が多いって言ってた、はいはいはい、へーとか思ったけどさ、はい、ナンバーだけの人って少ないかもしれないですね、うん、ね、意外だね、うん、やっぱりそこはちょっとでも主張したいという、こっちはね多いんだよね、830だけど、どうなのかしら、はい、みたいなさ、はいはい、聞くわけにいかないしね、うん、そうですよね、うん、誕生日かもしれないしね、うん、あの嵐の松潤でしたっけ、あの人も確か8月30日、ああ、そうなんですか、そうです、ね、ああ、うん、なるほどね、今タイガーやってますよね、タイガーのやってますか、そうか、分かりました、それをお聞きしてよかったですよ、もしあれサントさんの車にも貼りましょう、いや私は何も貼ってません、ね、昔貼ってたでしょ、はい、もちろんもちろん、はい、卒業しちゃったのですね、そうですね、はい、そうだね、独身の頃ははい、あ、つけてましたけど、あ、なるほどね、うん、どんどん増えてってくるね、俺はね、そうですよ ね、はい、あれダメなんだよね、はい、こうバランスがあって、はいはい、あ、これちょっと足んないかな、ここにやんないとみたいなねただね、ただこれはね、これは無地の部分がもうないんじゃないですか、ただね、いや本当に今言おうとしたらね、貼りゃいいってもんじゃないんだよね、はい、やっぱりこうバラ一番大切なのはね、センス、うん、まあ俺の車がセンスあるとは言わないけどさ、うん、なんかザーッと貼るやついるじゃないですか、センスない車もあります、え、まあちょっと残念だなと思うのもね、今あ、いやあの、いや貼れないと思うんじゃないっていう話よ、そうそう、要は、うん、はい、そうなんだよね、うん、またそのバランスを考えてやるのがまた楽しいという、はい、こともありますけどね、はいはい、うん、分かりました、あ、時計をそう見て今気がつきましたけど、うん、ね、オレンジのマスターが先週伺ったら、はい、いや俺さ最近さ、はい、あのサンドさんもそうだけどさ、うん、あ、昨日だっけ、昨日もそうだけど深夜さ、あ、はいはい、酔っ払うとさ、なんか作ったりさ、はい、なんか塗ったりさ、はい、しちゃうんですよ、はい、それをあの矢沢常吾と言いますけどね、うんうん、で結構あの皆さん知り合いいるから、うん、あの深夜だよ、深夜、嫌がらせじゃないけどさ、うん、とりあえず写真だけ送ってみようっていうのを、はい、だって先ほどもキャロルのマスターは同じことをおっしゃってました。でまたこう帰ってきて、大体の人がさ、またこんなにやってんですかとかなんとかって、まあそれはあの面白かったりするんだけど、はい、でそんなことこの時計やったんですよ、うん、あ、これちょっと面白いなと思って、うん、カッティング貼ってで、はい、だーってやったら、うちの一人が俺にちょっとマスターだったんで、うん、たら帰ってきて、コメントが送料持ちでいいから送ってよって書いてあったので、あ、そうでしたか、はいはい、でお、ここまで言う人いないなと思って、じゃあ送っちゃおうっつって、うん、ちょうどね、5周年の、ね、ああ、周年記念で、なんかあのね、はい、写真、お店に飾ってもよかったし、うん、うん、なんかやっちゃうんだよね、ダメだね、昨日もなんか、あ、やってたの、昨日俺送った、はい、はい、今朝で、忘れてることもあるんですよ、朝、実は、あ、そうなんですよ。朝のそういうのが出来上がってるの、はいはい、これでしょ、これを知らずのうちにですか、これ専門用語で無遊病って言うんですね。やばいんですよ、え、今ないんですか、うん、それは、ご自宅です、ああ、うちで、はい、じゃあその画像を貼り付けてみましょうか、持ってくる
あの LINE にいただいた画像を、はい、貼っときますから大丈夫です。やばいよね、みんな仕事着だからね。俺の場合ね、いますそんなやつ、仕事着ね、はいはい、ね、全くまずいよね。で、一応来月、はい、もう来月するすぐ6月ですけど、はい、どこかで、ね、キャロルマスターのお店で、ああ、うん、やろうかと思ってます。ああそうなのね、はい、まあいつも休みみたいなもんですからね。一応火曜日。あそうなんですか、ね、あうちと一緒だ。あのその定休日に、あそうなんです、はい、設定を考えます。なるほどね、いいですね、はい、なんかテーマを決めといたらいいね、それまで、ね、でも特にテーマがないんでないフリートークになりそうですか、ね、そう、あ、はい、そうか、予定してください、はい、ちょうどお時間ということで、うん、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい。お願いします。